どうもこんにちは、ドッグトレーナー翔吾です。はい、今日の質問は、お散歩の目安時間ってありますか？はい、今日はね、目安で時間を出していきたいと思います。まずですね、基本的に小型犬の子たちですね、お散歩の時間はだいたい20分から30分ぐらいって言われてます。1回のお散歩がね、基本的には1日2回行くことが目安になってるんですけど、私は回数が多い分には問題はないんじゃないかなって思っております。中型犬の子たちですね、やっぱり1日に40分から1時間ぐらいのお散歩を1日2回行っていただくような形になってくるんじゃないかなと思っていて、大型犬もね、だいたい30分から1時間の間ぐらいのお散歩でいいのかなと思っております。1日2回行っていただくのなんでって言ったら、正直に言うとね、2回から3回ぐらい行っていただくといいかなと思っていて、それは一つはもちろん運動っていう目的もあるんだけども、外の空気を吸って体を動かすっていう運動をするっていうところも必要になってくると思うので、やっぱり気分転換とかリフレッシュっていう意味でも、やっぱり1日2回から3回はね、お外で出て体を動かすっていうことが必要なんじゃないかなと思っております。で、私の中で中型大型ってそんなに大きくお散歩の時間って変わらないんじゃないかなと思っていて、でもっと言うと、お散歩時間がもっともっと必要な子たちになってくると、例えば小型犬って言ったらジャックラッセルテリアとか、もう本当に運動が必要だよって言われてる子たちに関しては、やっぱり1日2回以上で1時間以上のお散歩が必要になってくると思いますし、さっき言った中型犬の子たちも30分から1時間って言うけども、ボーダーコリーの子たちとかになってくると、やっぱ1時間以上のお散歩1日2回は出さないと最低そのぐらい必要になっちゃったりすると思うので、もちろんやっぱりエネルギーの高い犬種の子たちっていうのはそれだけの運動していかなきゃいけないよねっていうのもあると思いますし、あとは中にはトイプードルとかミニチュアシュナウザーとか、本当に運動が特に好きな子たちになってくると、この子たちもね、1時間超える子たちが中にはいます。なので一つは大きさではなくって、まずは犬種で見てもらうのと、もう一つが性格で運動って見ていただくのが一番いいんじゃないかなと思うので、元気いっぱいな子っていうのはやっぱりどんどん運動させてあげた方がいいと思いますし、お家の中で吠えたりとか何か物を壊したりとか問題を起こす子たちもね、お散歩の量は多めの方がいいんじゃないかなと思いますので、一つはね、帰ってきた時にワンちゃんが満足そうにしてるかどうかですね、そこを見ていただくっていうのが大事な目安になってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、ワンちゃんにとって運動が足りてるか足りてないかっていうのはその個体によって違ってくるんじゃないかなと思うので、ぜひですね、その子の行動を見ながらですね、うちの子にお散歩足りてるかなっていうのを見ていただけるといいんじゃないかなと思いますので、ぜひね、そんな風に見ていただけたらいいんじゃないかなと思っております。はい、というわけでね、なんとなくのイメージですけど、まあ、やっぱり小型犬よりは大型中型の方が運動がいっぱい必要だよねって思う方いるんですけど、そうとも限らなくて、やっぱり犬種によっては小型犬でも大型犬よりもね、運動が必要な子たちもいたりしますし、中にはやっぱりすごい元気いっぱいな子だと、たくさん運動しても OK な小型犬の子たちもたくさんいます。逆に中型犬大型犬でもちょっとおっとりしてて、犬種によってはやっぱり疲れやすいとか、そういった子たちもいるんじゃないかなと思うので、一つの目安としてはお家で落ち着いていられるかどうかっていうのと、いたずらだったりとか吠えたりとかっていうのが過剰に出てないかどうか、またワンちゃんがストレスを抱えてぐるぐる回ったりとか、イライラして家の中でうなったりとか怒ったりみたいなことが多く見えちゃう時も、実はね、運動不足でピリピリしていることも多いんじゃないかなと思いますので、熱量をたくさん持ってる子たちにとってはね、やっぱりお散歩っていうのは非常に大事になってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、皆さんも�覚えていてほしいのが、1日2回もしくはね、簡単に短い排泄でもいいので出せるならば3回、そこで気分転換も図ってあげながら、またですね、ワンちゃんたちの場合は大きさではなくて性格で元気いっぱいな子たちはお散歩もね、どんどん連れてってあげたりとか、遊んであげる時間、ドッグランとか連れてってあげるのもいいと思いますし、ワンちゃんが日頃日常の中でいろんなエネルギーを使って、また穏やかに過ごせるようにね、調整していただくのが一番いいんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さんもね、お散歩積極的に連れてってみてはいかがでしょうか。